ヤフファ通りヤフファ通りは港町ヤフファからの道路ヤフファ通りはイスラエルのエルサレム新市街にある主要街路でこの街路沿いに市役所、中央郵便局、バス発着場、鉄道駅などがあり最近完成した路面電車もこの通りを走るヤフファ通りはイスラエルのエルサレム新市街にある主要街路で旧市街の北西宮から西北西へ伸びているもと歴史上は 港町ヤフファからエルサレムのヤフファ門へ至る、巡礼路でこの名があり、舗装は1861年に完成している。ヤッファからの道路は現在エルサレム市内では、繁華になったヤフファ通りを避けて、旧市街の北側を通るように迂回してさらに東へ、向かい、国道90号線で終点になる。イスラエルへのユダヤ人の本格的な入植以来、このヤフファ通りは、 東エルサレムの中心街となり、市役所、中央郵便局、中央バス発着場、鉄道駅などができて、エルサレムの中心街になっている。2011年に完成した路面電車のエルサレムライトレールもこの通りを走り、4つの駅がある。またヤフファ通りは、ジョージー道路と歩行者天国のベンイエフダ通りとで、三角形の大ショッピング街を構成している。ありがとうございます。